占い早速やっていきましょう。いよいよ10月突入だね。どんな週になるかな。3択で1、2、3番どれか選んでね。選んだかな。それじゃあやっていくよ。1番はこれかな。 OK、 これね。1番を選んだあなたは今週ワクワクするようないろんなことを発見しそう。アンテナを張っておくのが良いかもね。ラッキーアクションは夕暮れや夜の匂いを嗅いだり虫の声に耳を傾けてみること。五感のポイントだよ。やってみてね。2番はこれ。これね。2番を選んだあなたは今週何か進みそう。根拠はなくても大丈夫。このカードも追加で、追加のカードはこれ。どうやらキーパーソンだがあなたの味方が3名いるようです。だから大丈夫だよ、きっと。ラッキーアクションは日光浴。日に日に昼が短くなるし、太陽いっぱい浴びてビタミン D 作ったか。3番はこれ。これね。これだね。選んだあなたは今週は勘が冴えそう。というかすでに答えが分かってるっぽい。追加のカードをこれでいい？今週いろんな選択肢が出てきそうだけどベストなやつが選べそうだよ。ラッキーアクションは早めの帰宅またはキャンプ。ソロキャンがいいかもね。直感は正しいみたいだよ。さてどうだったかな。今週は秋が深まっていきそうだね。旬の美味しいものを食べて今週も楽しくやっていこう。最後まで見てくれてありがとう。良い来週を。それではまた次の動画で。